回は初音ミクが登場する作品となっていますが、はい、私たち2人の初音ミクとの思い出をお話ししていきましょう。はい、ひなたちゃんは以前のそうなんですカラフルラジオの方でお話もさせていただいたんですけど、うんうん、やっぱりこの私たち世代ってちょうどドンピシャでボーカロイドだったり、うんうんうん、ミクちゃんがこう 大活躍してくれた時代じゃないですか、うんうん、だからこそ周りで好きな子もいたんですけど、うんうんはい、私の場合はいとこがめちゃくちゃ現在進行形で好きで、はい、そうなんですよ。だからそのこの出演が決まった時にリリースされるまでちょっとまだ言わないとこうと思って、はい、あえて言わなくて、うん、でニーゴに書き下ろししてくださったまふまふさんがすごく好きで、はいはいはい、もう大人気ですもんね、そうなんです。だからリリースされてプレイしてくれて、うん、自然に気づいてくれるのを待とうってちょっと思いまして速攻で連絡くれましたね。おひーちゃんまふまふさんの曲歌ってるの言ってよって言って、あれ知らなかったのみたいな感じのテンションで言ってましたけど、ちなみにみのりちゃんは何か思い出ありますか、うん、みくちゃんとの思い出はもうたくさんあって、なんならもう早くこのプロセカのラジオか何かで出させてくれっていう出させて思いを言わせてくれっていう感じだったんですけど、プロセカ関連のこう何かに出演されるのって、うん、初めてで、今日がそうなんですよ。私は結構このニーゴと同じ感じかな、出会いというか、ネットオタクですごく小学校5年生とか6年生とかから、うんうんうん、そのニコニコ動画とかを見ていて、うんうん、でそこで歌い手さんっていう存在を知って、で歌い手さんがミクの曲を歌ってるのから、うんうん、結構私の時代だと、メルトとかはもちろんですけど、ハチさんとかマトリョーシカとか、そういう系の曲で結構知ってから、あとロンリーガールとか、うん、結構人間じゃ出せない声の高さの歌を歌い手さんが歌うっていうのにすごく憧れて、で一緒になって歌ったりとかしてましたし、あとはもう曲を聴きすぎて新しい曲に出会わなくなっちゃって、その毎日結構ボカロのカテゴリーのところに1位から50か100ぐらいまでランキングがあって、そうなの、それをもう家帰ってきてずっと見て聞いてるとか言ってずっとやってたんで、だからこう誰が好きっていうよりかは本当にまんべんなくこの曲この曲っていうのが多いんですけど、その中でもニーゴで歌ったハローハワイユとかは、もう私も思春期、反抗期真っただ中でそうなの、中学2年生とか3年生の時に、うんうん、駅伝部だったんだけど、駅伝部だったんですか、結構走る部活だったんですけど、その時にもう部活に行くのが嫌で嫌でもう泣きながらハローハワイを聞いてもう心に刺さるみたいな。ちなみになんで駅伝部に入ったんですか？なんか小学校の時にバスケをやっていて、部活で結構アクティブ。そうなんですよ、なんかあんまり運動しそうって言われないんですけど、ごめんなさい思ってました落ちそうですよなんかね。でもなんかそれでバスケ部に入った人はなぜか足が長距離が速いっていう、なんか先生たちの固定観念があったんですね。そうなんですよ、それでなんか引っ張られて、うんうんうん、そのまま長距離の道に行かれたんです、ね、行かれまして。あ、そうなんだ、なんか先ほどもカラオケに行ったら、うん、ボカロたくさん歌うって言ってたじゃないですか、うん、そうなんです。例えば何を歌ったりするんですか？でも一番王道で毎回歌うのは、うんうん、ミキとピーさんとか、うんうん、あとは40メートルピーさんとかはやっぱり歌いやす、自分の中で歌いやすくて、 あとはドリコさんとか、トワさんとか、だけどあとはそのアーから順番に入れてってみるとか、アーだと多分アーから始まると思うんですけどそこちょっと引かれてません？大丈夫ですか？ガチで好きな感じで、ガチで、そうなん。でも最近の曲とかは本当私怪力部屋さんぐらいでちゃんと止まってしまっているので、皆さんちゃんと止まってしまってる、ちゃんと止まってる日本語がおかしかったかもです、うん、でも皆さんに、うん、皆さんとプロセカにこう教わりつつでいきたいなって、今もどんどん増えてますもんね、ボーカロイドの楽曲は。何か